はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、ではマウンテンサイクルですね、目指してまた進んでいこうと思います。ではゲートポートからマウンテンキューブ中継地点3と、さあこっからどっちだっけこっちっぽいな。よし、ようやく来ましたね。じゃあ先へ進んでと。あれ、ちょっと先進んどきゃよかった前回ここにあるじゃん、マウンテンサイクルだ。この山のどこかに石像の遺跡がある。本当にホワイトドールなんですかね。行ってみないとわからんな。とにかく探そう。だが道が2つに分かれている。どっちだ。よし、二手に分かれて探索しよう。ボルジャーノン隊は左、ヒーローたちは右だ。了解。これ左行こうとするとどうなの？あれ、行けんじゃん。あ、行けねえ。こっちの道はボルジャーノン隊に任せよう。我々は右の道へ。はい、わかりました。お、ここにと思ったらいけない。もう完全にもう分かれてる感じですね。おい、おめえら、それ以上先へ行くんじゃねえ。誰だ？イーゲル。このイーゲル様を知らねえだと？お前らよそ者か？へっへっへ。あ、まさかおめえら白ひげのガンダムが目的じゃねえだろうな。あ？ありゃ俺たちを皆殺しにする悪魔だ。白ひげのガンダム？はあ？知らねえとは言わせねえぞ。ホワイトドールのことだよ、ホワイトドール。あら、おめえもガンダムちゃん？はっはっは、こんなとこで会うとはな。これじゃあまた黒歴史が来ちまうぜ。イーゲルの旦那、チッター落ち着いたらどうだい。キャンサーゾディアーツ、ピクシスゾディアーツ、どうだい。この先にホワイトドールがあるんだろ。お前たち、ホワイトドールの場所を知っているのか。この僕の能力を見くびってもらっては困るよ。白ひげのガンダムの場所、このダウンジングホーンがビンビン反応してるよ。ああ、間違いねえ。この辺りの山は見覚えがあるぞ。ダウンジングホーン、そんなものでわかるのか。イーゲルの記憶に刻まれている白ひげのガンダムの強烈なイメージを受けることで、ダウンジングホーンがその位置を感知するのさ。しかも君たちが怪獣を退治してくれたおかげで楽にここまで来ることができたよ。なんだって。さて、おしゃべりはこの辺にしようかね。あんたら邪魔だから消えてもらうよ。イーゲルの旦那、やっとくれ。おう、戦いたくてうずうずしてたんだ。おい、ゴッゾー、やっちまうぞ。ヘイ。あれ、勝手に戦闘また。グワー、うわー、くっ、強い。ダハハ、そんなもんか。もっと楽しませてくれよ。悪く思うなよ。お前らを倒せば当然食いっぱぐれねえからな。グハ、まずいな、一旦引こう。ああ、そうだな。退却が多いな、このゲームは退却してばっかり。ゴッドガンダムたちは撤退し、ミリチャの駐屯地まで引き上げた。だいぶ引き上げたな。駐屯地でダメージを回復し、体勢を立て直しながらカプルたちに新たな仲間を紹介し、よろしく、よろしく。同じウルトラ戦士なのになんでこんなに大きさが違うの。ねえ、なんで。ねえねえ、もうその話はいいじゃないか。はあ、早く大きくなりたい。高生さんとマウンテンサイクルの戦況についての話をした。なるほど、とりあえずルートは確保したんだな。これでマウンテンサイクルに行けるわね。
今は二手に分かれたボルジャーノン隊が捜索を続けているはずだ。敵もホワイトドールを探している。俺たちもゆっくりはしてられない。ピピピピピ、通信だわ。ボルジャーノン隊長からだ。やっと石像の遺跡を発見した。だがちょっと困ったことがあってな。困ったこと？どうしたんだ？ん？その声はタロウ、駐屯地にいるのか？なら話は早い。依頼を頼みたい。実はすでに石像の周りに敵がいる。先に周囲を占拠されてしまったようだ。どんな奴らだ？恐竜みたいなモビルスーツ。多分イーゲルとゴッゾーだ。それと怪人二人と戦闘員ってとこだ。しまったな。隊長、すぐに俺たちが行く。いや、ちょっと待て。俺に考えがある。イーゲルの心理的な弱点をつく戦法をやる。そのためにはガンダムが必要だ。最低でも一人は連れてきてくれ。了解した。ガンダムというとゴッド、ユニコーン、F91 の誰かだな。よし、準備してすぐに行こう。隊長、俺たちも一緒に行く。戦力は少しでも多い方がいいでしょ。そうだな、頼む。場所の情報は転送する。うん、ここへ向かえということですね。イーゲル、ガンダムと呼ぶ。駐屯地は我々ボルジャーノン別動隊が守っております。はあ。じゃあとりあえず行きましょう。あれ、これ一旦戻ってワープした方が早そうだな。マウンテンキューブの中継地点4。まあガンダムはゴッドを入れてるからこのままでいいでしょう。ん？あ、そうだよね、こっちだよね。結構遠いな。左から行けばいいのかな、そうすると。お、変なラゴンとかいう怪人が出てきた。相変わらずの道の広さだ。アイテムをゲット。しなべた解毒草。もうこういうアイテムいらないんだよね。ドラゴリーとかいうやつもいるし。オッケー。こっちでいいのかな。お、なんかいる。一応回復させとくか。ほいほいと調べる。ウォードームだ。ネバーはウォードームの台配下にしているのか。警備をしているよね。倒して進むか別の道を行くかだな。倒す。おお、ウォードーム。とりあえずまた弱点探し。ロボパンチ。ウォータースラッシュ。ああ、氷か。オッケーオッケー。で、電撃は効かない。炎も効きそうだな。あ、結構効くな。でももう死にそうだな。普通の攻撃でゴリ押しできんな。やった。打撃に弱いのか、そもそも。弱かったな、ウォードーム。うん、じゃあこのまま突き進んでいきましょう。あ、ウォードームがいっぱいだ。もう弱いから倒していこう。はいはいはい、戦います。このままガンガン攻める。ほーら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 。痛い。死んだ。調子に乗りすぎた。今ちょっと復活させないと。復活キットってかライフキットがねえ。ああ、じゃあ下の方にちょっと何個かあったのか。ちょっと普通のヒールだと辛いなぁ。お、オドムがいる。
もうガンガン倒していきます。ほらほら、2ターン目が終わったら一旦様子を見よう。あ、ちょっとちょっとちょっと、一応この攻撃が強いな。あ、倒せる倒せる、 OK。いけるな。目的地はこっちの方になってるからな。そろそろなんか、あー、ありそうだと思ったら、でもまあ体力は回復してあるか。待ってたぞ。よし、ガンダムはいるな。俺でいいだろ。よし、状況を説明する。岩陰に隠れよう。石像はイーゲルと2体のゴッツォが片時も目を離さずに守っている。少し離れたところにジム2が数人いる。彼らはおそらく石像を運び出すための労働力だ。ジム2たちを監視しているのはダスタード部隊。キャンサーとピクシスの両ゾディアッツは先ほどから広場の隅で何やら話している。今がチャンスだ。ヒーローたちはジム2を救出するように見せかけて攻撃を開始。イーゲルはヒーロー隊のガンダムに反応し我を忘れ持ち場を離れて襲ってくるだろう。その隙に俺たちとカプル、フラットでホワイトドールに接近。これを確保。ホワイトドールを背に敵を打ち払うという段取りだ。 OK、 任しとけ。よし、では作戦開始だ。行くぞ。ゴッドガンダムたちはタイミングを図り広場へと飛び出した。うわー、ジム2を返してもらうぞ。は、悪いがザコに構ってる暇はない。ガンダム、ヒーローだ。ヒーローたちが助けに来てくれたぞ。何？ジム2が狙いか。貴重な労働力を渡すもんか。イーゲルの旦那、石像の守りは任せた。ヒーローども、私たちが相手だよ。望むところだ。あ、ありゃガンダムちゃんじゃねえか。ガンダムちゃん、俺が相手してやるよ。あ、ダメじゃないですか。持ち場を離れちゃう。よし、今だ。おお、ホワイトドールだ。ボルジャー南隊とカプル、フラットは広場に飛び出すと瞬く間に石像を囲んだ。よし、ホワイトドールは確保した。敵を近づけるんじゃないぞ。騙し打ちだ。穏やかじゃないね。けどこっちにだって援軍はいるよ。ウォダム、何？撃てるもんなら撃ってごらんなさい。お目当てのホワイトドールは粉々よ。はっはっは、お前さんたちに渡すぐらいならぶっ壊しちまった方がマシさ。ウォーダム、撃て。キャー、カプル。おっと、行かせねえぞ。ガンダムちゃんは俺が相手だ。くっ、いいね、ウォードムの旦那、ガンガン撃っちまえな。うわ、これ以上カプルのジョーちゃんに手を出すんじゃない。うわぐわ、隊長やばい、増援だ。うわうわ、その時ホワイトドールの石像に異変が。なんだ、ホワイトドールが動いた。ウォドムの攻撃に反応したってのか。
あれがホワイトドール、いや、ターン A ガンダム。ああ、白ひげのガンダムが、悪魔が蘇っちまった。こうなったら俺の命に代えても貴様を道連れにしてやる。うわー、おめえはいちゃいけねえんだ。たとえみんなが忘れてちまってもって変じゃね。俺の頭の中にはちゃんと残ってんだ、白い悪魔だってな。うわ、まだちゃんと動けないようだ。ターン A、 今助ける。イーゲル、俺もガンダムだ。やるなら俺をやれ。ぬわに、またガンダムが俺の邪魔をするのか。まずは周りの敵を排除ですね。まあ、このままコストパフォーマンスのいい武器で左を倒しますか。ゴッツォー、ほら、あぶねあぶね、ラッキー。いや、ゴッツォー結構パワーあるぞ。これようやく半分くらいか。どうしようかな。まあいいか、まだ。やばいやばいやばい。ひるんだから若干残ってんな。回復もしないといけないからな。全体回復とかないのかな。死にそうなんすけど、ガンダムが。ライフキット、ライフキットしかないか。よし、これでいこう。やばいやばい、おぶねー、てか死ぬー。ピンチだな。ガードしてヒールで回復。ヒールが間に合わない。もうミンチドリ、これ超強い。あー、このための攻撃が強いのか。おっと、ちょっと自分で自分を回復しないと間に合わないな。うわー、いってひるんだ、最悪だ。これだ、ハイブレールキャノンの展開だ。食らう前に倒せるか。こいつもちょっと攻撃に入ろう。頼む、倒せ。よし、オッケー。無人島、うお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 、死んだ。速度回避アップになってる。とりあえずマクロアイ、やばいな、ちょっと強いな。復活キット、いって、マジ何なんだ。キングハイパーパンチ、マクロアイは使ったから復活キットでまた回復させていかないと。これ何なの、すげえんだけど。あー、パンチが効かないな。んー、どうする。一応もうウルトラマンのあれが多分このターンで終わるから、総攻撃を仕掛けるしかない。赤火天狂拳はパンチだからダメだ、ガードされる。まあマシンキャノンでいっか。銀河サンダーボルトで、なんとかスラッシ
いや回復もさせないとまずいな。いいや、ドラゴンクローはちょっと SP を使いすぎる。ウォータースラッシュストライクか。いやーフレームなんちゃらだな。フライク一点死んだ。ウルトラマンがピンチ。結局は回復に使わなくては。これやばくね？万能ライフキットを使うしかないもん。あ、そう、これ効かないんだ。ヒーロー技なんちゃらクラッシュ。うわー、お、ひるんだ。ラッキー、一応ひるむんだ。3ターンかきついな。なんかひるみがいい。ひるみ、あ、キングオブハート使おう。でこいつはディフェンス、ひるみ負荷の攻撃無理だ、使えねえ。ディフェンス回復一定調整。復活させましょう。いて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 。あとちょっとだな。攻撃するか。あ、そうか、これ自分だけなのか、弱点無視は。これ使おう。いって、死んだ。ミスった。負けねえ、諦めねえ。俺たちの夢はブレイブスキルで倒した。うわー、ウィザード死んでるよ。ゴッドをイーゲル。チッチ気象、この俺様が負けるとは。ここはもうやばいですぜ、逃げましょう。くっ、失敗か。けど転んでもただじゃ起きないのが私でね。こいつは手土産にもらってくよ。キャー、話しなさい。カプル、うるさい、おとなしくしろ。とそれからただでジム2たちを手放すのも尺なんでね。こいつらの生体エネルギーは切っちまおうね。なんだそれは。魂みたいなもんだ。俺たちキャンサーに生体エネルギーを抜かれてるんだ。あれを切られると俺たち。黙れ、チョキンチョキンチョキン。永遠の眠りに落ちるのさ。寝るだけでは。ではってなんだよ。おえ、カプルのジョーちゃんを助けるぞ。おお。え、一体何が起きてるんです。ターン A、 落ち着け、まだよく分かってないようだな。フラットはターン A に状況を説明した。そんなことが起きていたんですか。僕も異変に巻き込まれて、いつの間にか石像になってて、気がついた時にはビームライフルを撃ってました。多分異変で受けたダメージを回復するためにナノマシンが全身を覆って石像のようになっていたんだろうな。でももう大丈夫です。僕は皆さんと一緒に敵と戦います。よし、それでこそガンダムだ。見かけは個性的だがな、よろしく。ターン A です。ターン A が仲間になりました。では早速だが、先行したボルジャーノン隊と合流してカプルの救出に向かおう。ちょっと待て、ジム2はどうする。永遠の眠りって言ってたぞ。ゾディアーツのことならフォーゼに聞いてみよう。
ゴッドガンダムはホーゼに連絡し、キャンサーゾディアーツについて聞いた。生体エネルギーか。キャンサーのやつを倒せば戻るはずだ。目覚めるんだな。ああ、間違いねえ。よし、これで決まりだ。キャンサーゾディアーツを倒そう。だからといって、ジム2をこのままにはできない。俺が彼らを駐屯地に運んでおこう。そうだな、よろしく頼む。うん、戻ろう。ウィザード死んでるし。OK。というところで、まあ、ボス戦、なんか楽勝かなと思ってたら、全然楽勝じゃなかったですね。死んでるしっていう。というところで、キャンサーゾディアーツは、次回追っていこうと思いますので、今回はこれで終了します。